つて多くの荷を積んだ船が行き交った北上川。ここには当時、舟運で重要な役割を担った場所がありました。それが180度以上を川に囲まれた白鳥立遺跡です。かつて川を往来する船の監視所として使われたこの白鳥立遺跡も重要な史跡の一つです。北上川を挟み、平泉の町の反対側にそびえるのが霊峰田橋根山。平安時代、この山には見事な桜が一面に咲き誇っていたといいます。ちょうど平泉が元平の代になり、町が着々と整備されていく最中の1144年、西行法師が平泉を訪れ、その見事な桜を前にしてこんな歌を詠んだといいます。聞きもせず田橋根山の桜花、吉野の他にかかるべしとは。自然と調和した美しい都市平泉、藤原氏が目指したのはまさにそんな都でした。毛通寺の北東、鬼門に位置し、平泉を守るために私有一対の黄金の鶏を埋めたという金鶏山も平泉の文化遺産の一つです。人工的に築き上げられたという伝承を持つこの山は、自然景観を壊すことなく造営されました。しかも金鶏山には重要な目的があったことが分かっています。昭和5年の発掘で山頂から発見された経筒は、金鶏山が経塚であることを示すものでした。仏の教えが滅亡しても再び教えが蘇るようにとの願いを込めてお経を埋めた経塚。争いのない平和な仏教都市を目指した藤原氏にとって、金鶏山はなくてはならない山だったのです。